おはようございます。おはようございます。ゆっこです。はい、カメラマンじゅんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は、はい、アコーディアのラピスタゴルフリゾートに来ております。はい。いや、朝今8時ですけどもう暑いね。そうだね。今日も暑いけど一日頑張っていきましょう。はいはい。今日も、はい、ゲストがいらっしゃいます。はい。今回ビンゴルフをおなじみのおなじみの宮里美香プロに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。レンジが似合う。本当だね。可愛いね。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、まあ普通にラウンドそれもいいんですけれども、今日はもっと楽しくちょっとゲーム性っていうか、ちょっとこう遊びも兼ねて、はい、普段はクラブは何本使いますか？14本です。14本ですよね、うん、私普段14本なんですけども、今日はそれを半分以下の、ネットショッピング半分以下のご飯うまいご飯に絞って、はい、今日はラウンドしたいと思います。おー、はい、いやー、日本はやったことないですよ。ないですよね。やったことない、はい、そうですよね、うん、私はちょっとスピードゴルフで過去に5本でラウンドしたことがあったので、うん、ちょっとこの企画を普通のラウンドでやったらどうかなと思って、しかも宮里美香プロが5本でどれぐらいで回ってくるのか、どう回ってくるのか、ね、うん、楽しみですよ、うん、ここはちょっとハーフスイングデーとかそういうのを増えていますよね。いろいろなショットが見れると思います。めっちゃ楽しみ、ね、うん、ちょっと楽しみだよね、はい、さっきもうすでにクラブは5本選んでいただいたので、はいはい、その5本で、うん、はい、早速ラウンドお願いしたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあゆっこちゃんはどんなクラブを使いますか？5本ね。はい、5本。まずはパターじゃん。パターね。今3度は絶対必要じゃん、うん、で、ドライバー5番ウッドかどっちか迷ってるんですよ。なるほど。そう、パー4とかでもドライバーの次ウッドっていうこともあるんで、でパー5ウッド多分必要だしから、まあ、セカンドとかね。そうからドライバーは抜いて5番ウッドにして、おで7番アイアンか U6 で迷ったんだけど、うん、ユーティリティ U6 かな。100ヤードとか残ったらどうするの？まあ、9番で。あ、そうか、もう1本アイアン。そう。で、だから、3度、9番アイアン、うん、6番ユーティリティ、5番ウッドパター。まあ、5本ですね。選手たちよ。選ばれし選手。そう。選ばれし。はい。5本は。選手たちよ。わかりました。な感じです。はい。なのね。悩みます？結構悩む。5本でしょ？ 5 本。そうなんだけど。ドライバー。え、早い、早い。早い。早い。しかも言ってくんない。ですね。はい。まあでも、まあ、ドライバーでしょ？うん。まずドライバー。ドライバーで、まあ、フェアウェイウッドも考えましたけど、はい。うん、まあユーティリティ私多分何でも打てると思うので、うん、4U。ああ、なるほど。4U からのアイアンは7番かな。7番で、うん、3本だよね。はい。3本で、ウェッジが本当は58じゃないけど。52。お、なるほど。で、パター。押します。選ばれた。選ばれし。5本はどうだろうね、これやってみなきゃ分かんない。これでいきましょう。わかりました、はい、めっちゃ楽しい。あれあったよね、なんだっけ、はい、トイストーリーでさ、うん、リトルグリーンメン、うん、わかる？UFO キャッチャーで、うん、なんか捕まれた時に選ばれたっていうの知らん？無視でそのシーン知らないですか？無視で大丈夫です。なんとなくわかる。わかる。どう思い出した？じゃあ乗りますか。はい、10番ホールパー5、はい、え、短くない？しかもちょっと内側なんかちょっと下ってそうに見え、右ドッグなんじゃない？そうね、うん、おー高い。
ってますこれ。うわすごくない？腕回るんですか？回りますよ。えすごくない？うわやばすごい。パターでもできるよ。すごい。あやばい。お願いします。よろしくお願いします。浅いとは思えません。そうですね、浅いとは思えません。ナイスショットです。素晴らしい。ありがとうございます。ナイスです。すごい。さあ、ゆっこちゃんはドライバーありません。はい、はい、5番ウッドで。はいじゃあ、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと、まあ、あ、バンカーかもしれない、いきなり。すごい、止まって。心配すぎる。オッケー、オッケー、一発目だからね。そう、ナイスショット。オッケー。はい、両サイド OB、はい、軽い右ドッグですね。ですね。なんか、狭いそうなんで。このちっちゃい手前のキー狙えばいいんじゃない、ね。上、行くかな？行く？ユーロスで行きます。あ、待って、なんかさ、壁あれ。でかい？大丈夫じゃない？おー、大丈夫よ。おー、ナイス、セーフ。シーフ。後ろ、後ろしかない。54？あらららら。すごいなぁ。もうすぐそこ。よし、私7番をピックしたから。はい。7番でしょうかな。右に乗るか乗らないかぐらい。すごーい。残りが154。うん、7番アイアン。いや、乗るんじゃない？強くないですか？うわー、いきなりイーグルチャンス。乗った。いきなり、いきなり。やばー。98。何番を選びましたか？まあ、ここは9番ですね。一応少し打ち下ろし見たら、93ぐらい。本当はキーを伝えたいところが選んでない。はい、あ。ハーフ。優しく優しく。怖いな。このちょっとつま先下がってんの。お、うまく出た。いいんじゃん。うま、ん、い。えいいよ。おーえおーおーありがとうございます。ありがとうございます。バーディーチャンス。バーディーチャンス。こっちの方がうまく回れんじゃないの？ちょっと待ってよ。さあ、イーグルパットです。めっちゃ近くないっすか？ありがとうございます。うまっ。いや、どっちかな、これ。ちょっと分かりづらいですね。フックには見えるんですけどね。うん。フックで打ってみます。お、アスライスでした。よくした。ナイスバーディナイスバーディーです。すごい。バーディーです。5本でバーディー。おはようバーディー。おはようバーディー。さあ、ゆっこもだよ、これ。そうですよ。こう、あったら遠いフックなんかな。うん、フックに見えるけどね。あるとして、うん、もうピンに当てましょう。はい。今引っ掛けた。
持ちが気持ちが気持ちが気持ちが出ちゃった。ドンマイパープロナイスバーディーです。ありがとうございます。はい、11番ホール370ヤードパー4です。はい、よいしょ、ありがとうございます。なんかめっちゃ触れてる。うん、めっちゃすごいナイスショットです。ありがとうございます。ポールの方向、ポールの方向、ゆっこ選手5番ウッドです。5番ウッドです。343ヤードよいしょ。うん、あ、今ちょっとおかしかった。えーと、まあ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 、ちょっといいです。オッケーオッケー。あー、距離が残るちょっとダフったっぽい、うん、まだまだ、はい、ボタンウッドでちょっと左、うん、ちょっと気持ち左がいいな。今日なんかすごいダフるね。力入ってるね。大丈夫、はい、まだ次3ダフ残り何ヤード？ 108、うん、で9、9ちょうどいい、ちょうどいい乗るか手前か、うん、おぉ、行ってくれー、行ってくれー。おぉ、ナイスオン、乗ったー、ナイス、ちょっと転がってる、ありがとうございます。いいじゃんナイスショー、あ、よかったよかったグラブ選択いいんじゃないねえ、うん、なんか今のとこ噛み合ってる、うん、飛んでおります。ドライバー107ヤード、うん、はい、私、7番で7番、お、手前から行こうかな。おぉ、結構コントロールですよね。はい。おお、すごい。あー、うまい。え、近くの。すごい。乗った。完璧。バーディーチャンスじゃないですか。でもランまで計算されて、めっちゃすごくない？おー、すごい、あー、うまい、え、すごい、うまくいきました。綺麗にこう転がって、すごいな。すごいね、うん、面白いっすね楽しい、楽しい手前がゆっこで、奥がプロのかな。あ、私手前です。あ、プロが手前か、すごい、はい、今日ここ9ぐらいかな、うん、多分それぐらいと思う、うん、下りのスライス、うん、はい、どのぐらい切れるんだろう。強い、あ、ちょっと出しすぎ た、うん、さあ、またしてもバーディーチャンス。惜しい、すごい、
ああ、いただきします。すごい、ナイスパーです。ありがとうございます。そんな切れなかったんですね。うん、切れなかった、うん、いやもうほぼまっすぐだよ。はい、ナイス、よかった、ボギー、ナイスボギー、ナイスボギー、耐えてます、耐えてます。今日のプレゼントクイズです。よっ、今日宮里プロは5本でスコアいくつで回るか、うん、皆さん当ててください当たった方には、はい、ま、6名様ね、はい、6名様にサイン入りの帽子とサイン入りのグローブとサインとネーム入りのボールワンスリーブ、ま、1,2,3,4 名、合計6名様にプレゼントいたしますので、皆さん頑張って当ててください、はい、はい、応募方法は概要欄になります。はい、皆さん応募お待ちしてます。はい、はい、はい、13回